ということで、今からホールに向かっていくわけなんですが、今日はね、久々の私ゆうと監督での動画ということで張り切っていきたいと思います。最近はね、もう本当設定狙いしかやってないんで、今日もしっかり設定狙いやっていこうかなと思ってます。で、朝から行くホールさんが神社来店ということで、まあ、過去の傾向をもとに狙っていくんですけども、まあ抽選勝負っていうところもあるんですよ。まあ、抽選が良ければカバネリ、あとバイオ、R1、あとバラエティですね。オムニーメダル機を狙っていこうかなと思ってます。抽選が悪かったら、まあもう本当北斗とかベンデッタとか、あんまりねスマスローがそこまで強くないんで、ちょっとね他の店舗さんとは違った感じなんですけど、まあ、そういう狙い方で行こうかなと思ってます。ホールに向かって抽選受けて何を打っていこうか決めていこうかなと思います。ということでね、安全運転で向かいたいと思います。行きます。はい、ということで今日はご覧の通りバイオ、ベンデッタ打っていきたいと思います。並びがね55人ぐらいかな、予備番入れて60番ぐらいまでで57番、もう後ろにね2人しかおらんやったもうねこんなんばっかで、ベンデッタ本当は打ちたくない、正直っていうか、もう最近の荒い騎士はマジで打ちたくない。もうさ、設定6で勝率 60% とかさ、6つ持って2、3台それを打ったところで余裕で負けれるけん、ピン稼働して取れる試行回数なんてたかが知れとるけん。まあ、そんな中でよ、設定6で勝率 60% ですって、そんな台をさ、数台打ったとて、欠損がどうのこうのとかっていう、まあ、もうそういうレベルにすら達してないよね。分断とかでね、まあ何十人もおったりとか、で、試行回数もバンバン取れて、何百台取れるんやったらさ、まだわかるけど。っていうので、やっぱり、まあ、スマスロのね、荒い機種、まあ、俗に言うあの、上位 AT とか、ああいうのがあるやつよりは、まあ、安定した機種を打ちたいなっていうので、番長だったりとか、バイオ、R1、まあ、ジャグラーとか、ドニムシャ、カバネリ、やっぱその辺を攻めたくなるよね、どうしても。スマスロで唯一打てるとするなら、もう、北とか鏡やね、俺の中では。
朝から狙えるのは。この店舗が狙えるかどうかは別として、バルブレイブとかさ、朝から売ったとてさ、ねえ、もうミミズだ、モグラだとかさ、まあ、筋肉マンもそうやし、カラクリサーカスもそうやし、やっとられへんやんな。マジで。って思いよったけど、今日はさすがに狙いたい。ほぼ埋まっちゃったもん、全部。で、ベンデッタに関しても、第一候補ではなくて、第二候補。もうこれしか入ってないやった。しょうがない。まあ今日はね、まあ設定狙い、ルーティンということで、まあ一日、俺がどんな感じで設定狙いしようかと。まあいいところを見せればいいけどね。はい。まあとりあえず朝一、第二候補のベンデッタ、打っていきたいと思います。はい、ということで時刻は13時ですけども、死を深くいただきました。ぶっちゃけた話、選んでもよかったかなっていうのが本音なんよね。正直106パーあるけんさ、読んでももう見てしまった以上はある程度打たんといかんや。何のため設定狙いしょってやってなるやん。で、まあ4以上やけど、当然ね、5、6の可能性もあるわけやし。ただね、4、5とかも多い。これがもしね、5、6の並びとか、まあそういった公約が入っとって、4、5が出とるんやったら、あ、5、6の可能性大だわ、つって言ってるんやけど、まあそういう公約とかも入っとらんし、並びでもなさそうやし、あんまり嬉しくないな。まあでももう見てしまったもんはしょうがないよ。出してしまったもんはしょうがない。最低限は仕事したかな、今日は。内容は分かっとらんけん。もう強烈役は全然危険けん。サイレントとかも見れとらんし。まあ推測しながら打っていこうかなと思います。きついねー。いやまあね、日頃出たとはよかったけどさ。でね、さっきね、リベンジループ入ったんよ。リベンジループ入ったけど、やれんかったね。まあ内容やけど、まあ3000ゲーム超えたとこかな。マイスロ取ったやつあるけん、まあこの辺に、マイスロ。まあこんな感じで、内容は、ゴミ。まあね、強烈入ってとらんけん。まあサイレントのサンプルとかも全然取れとらんだけど、にしても内容ひどかね。他にね、受ける台があれば、そっち行きたいけど、いや、もうなんならもう、選んで欲しかったわ、仕事。台は、行ってたかったわ。まあ、もうちょっと辛抱して、行きます。他に、まあ、106% 以上、まあ、同等ぐらいの台で、ほんと安定して、台し取れる台があるんであれば、そっちに移動しようかなと、思います。はい。
18時半を過ぎたところなんですが、ようやくなんか上っぽい挙動してきたというか、暑さたりも早く取れて、通常モードのジャクチェリースイカからのサイレントはね、あとモード D も一回確認できました。だがしかしよ、一向にやれん AT が。ちょいちょいチャンスあったとけど、一応やっぱこの台、まあ内容的には4かな、ほぼ4とは思っとるけど個人的には。ただやっぱお店の状況とか、まあ、そういうのも加味したらもうほぼほぼ4かなっていう。4号がやっぱ多い。もう国葬とかも4号ばっかりやる多分あっても。まあ 106% は一応あるんでね、まあもうちょっとだけ頑張って帰ろうかな。まあちょっとね、有利の関係とかその冷遇とかの関係でね、まあ時間いっぱいまで打つ必要もないやろ。切りのいいとこでやめて稼働終わりたいなと思います。はい、残り時間頑張りたいと思います。
なんですぐ終わるんだ。もう今日はダメだ。ダメだ。もったいねー。サクッと終わったわ。見てる人は分かっとると思うけど、どうすっかな。もうやめよっかな。もうちょい打とうかなって思いよったら、二つ隣のバイオで頂点でやめてった人のタッサね、うわってなって、もう急いでクレジットを押して荷物持って移動したわけ。頂点やん、これでまくれるぞと。で、見事プレミアム入れて、超 EAT に入れたにもかかわらず1000枚ちょっとで終わらせるっていう。なんしょってよ俺。収支の方が、投資が2350枚、回収がなんと2079枚、マイナスの271枚でした。いやね、期待値じゃ飯は食えんけんな。どんだけ高い期待値拾ってもコインが出てくれんと。コインが、いやー、まさかね、まさか辞めるとは思っとらんやったよ。いや、ワンチャン辞めんかなとか内緒思っとったけど、まさか辞めるとは思わんやったよ。今日は何をやってもダメな日やったね。あの期待枚数での AT を1000枚ちょっとで終わらせよるようじゃすごく勝てんわってな感じで、まぁ、ちょっとね、今から、閉店前のデータ見て帰ろうかな。まぁ、サクって打てるやつがあれば打つし、もうなければ終わり。はぁ。